はい、どうもー、マグマグマグロンと申します。はい、今回の週間最優秀チームはこちらですね。アーセナルからは入ってないって感じかな。あ、カソルライター今。ちょっと見逃しましたね。はい、じゃあ、ただいま、11月の、違う、12月の1日、土曜日でございます。前回に、の遺跡リストに比べるとちゃんと70アイテム足しております。で、今現在何をしたかと言いますと、チーム編成チャレンジの方のマーキーマッチアップ、こちらにアーセナル対スパーズ、こちらが入っているので、前回スパーズの選手を集めておきました。なので、スパーズの選手が売れたらいいなと思っております。で、バルセロナ対ビジャレアル、ここの2つはね、狙い通りなんですが、ビジャレアルはね、揃えてはいないので、その前にね、アトレチコ対バルサだっけ？かなんかの時にね、買ってたスペインの選手たちがいっぱいいたんで、それを転売に入れておきました。で、あとね、オランダとロシアはね、なんか知らんけど持ってたってやつを売りに出しております。で、朝からやって今午後なんですけど、もうすでにね、売却31いってますね。半分売れてるっていう感じなので、ちょっと今回期待できますね。で、あともう一つ。これはちょっと最後に引きたいと思いますが、一応ちょっと紹介。どういうわけか知らないですけど、レアエレクトラム選手パック、エレクトラム選手パック、メガパック、シルバーパック、これ4パックが入ってるんですが、ちょっとね、昨日飲み会だったんですが、帰ってきたらこのチーム編成チャレンジの、まあなくなっちゃってますけど、スワップオファー、あれがあと2時間って出てて、まずいってことで慌ててね、やったのが、パックをね、引く方を選びました。選手は交換しませんでした。84ぐらいじゃね、もうマグのチームでもレギュラーは取れないんでね、それにあんまり好きな選手でもないし、外しちゃいました。なんでね、今回パックをちょっと動画の最後に引く方を選びたいと思います。で、もう一つ、今週ゲットした選手。はい、今週じゃなくてだいぶ前にゲットしてたんですが、転売にかけてたら売れなかったということで、売れ残りをレギュラーに足しました。まずセンターバック、ソクラティス。売れなかったんです。 いくらで買ったんだっけか忘れちゃったんですけど。で、もう一つ、ここにとうとうエチルさんが入りました。そしてフォワードはジルーがあっさり見切られてラカゼットになっております。これで、現状アーセナルの選手で組むっていうことに関して言えば、これが多分ベストメンバーになるんですかね。あとできるところは黒の選手ですよね。TOTW の選手を足すぐらいなのかな。見ると、黒ジャカ、黒ソクラティス、黒ツェフの3つがね、市場に出てるんで、まあ取れたら取りましょうかね。で、アーセナルといえばオーバメヤンなんですが、70万近くするので断念。まあ最後までオーバメヤンを取るのは無理ですね。そんな高いんだね、オーバメヤンってね。はい、じゃあ次のチームいきます。はい、で、もう一つは、プレミアリーグチームなんですが、後ろのセンターバック陣を、豪華に変更していきました。まず、オタメンディ、そしてコンパニー、そして、リカルド・ペレイラ。ここ3枚一気に交換しました。コンパニーとリカルド・ペレイラは今回取った選手です。で、こちらにいるオタメンディはですね、2人取って転売で売って出たんですが、1人は売れないので、これも売れ残りです。さっき言ったエジルとラカゼットと同じでね、転売失敗っていうのがここ最近続いてますね。転売で買ってちょっと上乗せして売りたいんですけど、マグが買ったタイミングよりも今安く売られちゃってて、誰も買ってくれないんでね、だったら使おうと、そういうことです。で、ガブリエル・ジェスは普通に安かったんで買いました。いくらかはもう覚えてない。というわけで、これがプレミアリーグチームです。で、
さらに、ね、マグは4チームで回してるんですが、その他チーム、こちらは左ミッドフィルダーがちょっと弱かった、81ぐらいだったんでね、弱かったんで、コケを取りました。で、フォワードは、マグの大嫌いなフォワード、ジエゴ・コスタがですね、こちらもね、アトレティコの選手を軒並み買って、結局売れ残りですね、これもね。なんか多いね。コケもある意味売れ残りなんですよね。まあ、要はマーキーマッチアップの失敗がね、ここに来て、かなりね、コインを減らした原因になってしまって、まあ、要は大爆死をしてしまったんですが、さっきと同じように大爆死したんだったら、使えばいいということでね、コケもジエゴ・コスタも使わせていただきます。で、最後、J リーグチームなんですが、なんかちょっと弱体化しております。トーレスとポドルスキーをちょっと一旦諦めて、武藤、そして原口、ここを2枚入れてみました。レートで言うとね、こっちの方が低いんですけど、ちょっと入れてみました。で、この間引いたやつかな、これ。アレックス・テジスをちょっと左サイドバックに入れつつの香川ですよ。これで、まあ、J リーグ及び日本人チームとしてはもうこれ以上はないですよね。ああ、あとはまあ、イニエスタもね、取りたいけど、あれもめちゃくちゃ高いんで無理でしょう。あと取れるのは、おそらく能力は下がりますが、黒武蔵と黒翔也。これぐらいですかね。まあ、あとは、ちょっともう、ポジションがないところはもうしょうがないんでね、長友がまさかシルバーとは思わなかったんでね。これでやっていきたいと思います。はい、じゃあ今回やりたいのは、またスキルゲームを遊びつつ、そのハイライトを混ぜていくという例のやついきたいと思います。ね、で、今週ね、星1、星2のスキルムーブをね、スカットバトルで、やったんですけどね、やっぱ相手がね、ちょっとずれるっていうだけで、なかなかボール取られなくなりますね。あれはやっぱ故意にやった方がいいですね、スキルムーブっていうのは。ね、分かってるんですけどね、なかなか出ないの。それをね、さっとできるやっぱのは上手い人たちですよ。はい、じゃあもう今回も見ていきましょう、スキルムーブ。今回やりたいのはレベル3。まずレベル3から見てみましょうか。R フリック、上下。で、ヒールフリック。立ちスクリューですかね、これはもうね、もう R コントローラー1回転でルーレット。まあ、これはなんとなくできそうかな。左へフェイクを入れて右へ。右へフェイクを入れて左へ。何ですか、これは。すごいね、ヨガフレームですかね、やり方としては。ね、別のゲームでゲームを例えるというね。よし、じゃあちょっとこれやっていきたいと思います。星3でやらないと違う技が出る恐れがあるそうなので、スキルゲームでちょっと、まず一回ちょっと練習してから行きますか。あれどこだ、スキルゲームは。で、ちょっとこれで練習します。ベジェリンが確かね、星3なんだよね。だから、ベジェリンでやらないと別のスキルが発動しちゃうんで、これでちょっと一旦練習。まずやり方。ヒールフリック、R フリック、上下。歩きながらかな。あ、これだ。今、一瞬。これですね、なんかこれがヒールフリックだそうです。やり方が、説明書には R フリック上下って書いてあるんですが、やり方違いますね。今進行方向が右だとすると、右左ってやってますね。R コントローラー右左。あ、いた。あ、いた。これ、
たまに説明書が違うのはどういうことなんですかね。ほら、上下って書いてあるんだよな。上下だとこのボディフェイントが出ますね。はい、というわけでやり方は違うみたいですね。これがヒールフリック。グスタボボウ。オクスエイド・チェンバレン、香川真司、武藤でかわせるか。武藤にチャンス。オッ武藤ケー。が決めた。今のがね、またがないタイプのやつですよね。ヒールフリック。これで今日2ゴール。これが星最3初のの選手がやる得点とになったのでしょうか。動これきにながるいいわでけすだ。ね。だからこんなところでやる技ではないんだけど。ゴールをご覧ください。ああ、リプレイなかった。またがないヒールフリックでしたね。大量リードを許した状態で再びキックオフです。はい、じゃあ次はタッチスクリューですね。あれ、ダーイ。おお、回りましたね。ああ、できたできた。おお、ぐるんぐるん、ぐるんぐるん。おお、ああ、なるほど。やり方逆ですね。左から始めた方がいいですね。これ進行方向が右なんだったら、後ろに向くから始めた方がいいですね。左を押してから1回転、左の方が確実に出ますね。ああ、かっこいいかっこいい。なるほど、これがルーレットだそうです。左からっていうふうに意識した方がいいですね。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。走り込んだ味方にスルーパス。これはチャンスだ。おお、決なんめかた。ちょっとまあディフェンダーついてきちゃったゴールな。です。かっここんつかなない近くにな、いあるれじなゃ。らなすすべなしでしょう。今のはね、ルーレットをね、やったつもりなんだけどね、ちょっとディフェンダー引っかからなかったこのゴね。ールがとどめかもしれません。点差がさらに開きます。ほら、ちゃんと強いしっかチーりムついでてきすちね。ゃこのままいけば ましっだまかだりつゴいてールをきちゃった奪いけそど、うです。まあ一応ルーレットってことで、星3でもルーレットはできると。まあバーディーは星3って感じですよね、やっぱりね。 ここで止められても。はい、じゃあ一応星3のルーレットでした。下からやった方がいいですね。今何回かやったんですけど、ヨガフレームではないですね。下からこう、あれ、わかりにくい。こう、下から左側にこう、左側にすると左に避ける、右にするとなんか違う技が出ていい。なんか違う技が出ていい。どういうこと？またぎフェイントみたいなのが出ちゃってるね。これだよね。今下から上に回してます。右側からね。で、逆向きに下から右にやると違う技が出てます。あれ？なんか違う技が出てます。待ってる時もあるんだな。ちょっと待ってくださいよ。
右側を向いてるときは、下から左側を回って上。ほら、出た。これですよ。ちょっと、まあ、かっこ悪いやん、ベジェリン。もう一回やり直し。下からね。下からこう。ほら、これ。これ。ね。で、今度は、右側に行きたいときは、右側に行きたいときどっちに回したらいいの、これ。上からやればいいのか。そっかそっかそっか。上から戻ればいい？そうだ、上からだ。あ、できたできたできた。ってことは、書いてあるヨガフレームではないですね。下から左側を、左回りの上まで。で、今度は上から左回りの、なんつったらいいの？もう画像出すわ。わかりにくいわ、これ。下から時計回りに上。で、左側にこう。連続でできますね。で、今度は右側に行きたいときは、上から始めりゃいいんじゃない？今、下から始めたんですけど、上から始めて、時計と反対回りに回って下。こうだ、ほら。ああ、できた。パスコースにはディフェンスがいます。ジェイミー・バーディ、シュートまで持っていきたい。ジェイミー・バーあ、ディ、今の、左フェイ先ク。制点が決まりました。不思議な左フェイペースクからでなんちゃらってやつが今ボのールだとを思い支ま配して、より多くのチャンスを作っていました。す。星3だよね、バーディーってね。だから左からのフェイクチャンでス右ボーへっルをてやしつっかかな。りとゴールしました。左へフェイク、あの右位置へ。からはしっかこのりひょっ決めてきまと、すほんね。のちょっとだけ、素晴らしい上読み半で身した。がひょっと動くやつ。違うカメラこかれ。ら先ほどのゴールをご覧ください。ひょっとこう、ボディフェイントみたいな感じだよね。だからあんまり横の軸はずれないんですね。星4の選手が今の技をやれば、もっとずれると。だから多分この後、星4もお伝えしてると思います。だいぶね、ちょっと横のにずれるのが違いますね。はい、じゃあ続いて R4 スキル。R フリック上下でヒールトゥヒールフリック。さっきベジェリンでやったヒールフリックと同じやり方なんですが、星4の選手がやるとちょっと違う技になるみたいですね。ってことは、さっき上下って書いてあったんだけど、またあれですよね。進行方向のことなんですよね。ってことは、R、右左でいいんだよね。やってみましょう。なんか変わった？あ、またいでるのか。あ、なんか違う技が出たよ。あ、またいでますね。あ、わかりにくい。すげえわかりにくい。なるほど。まあ、ちょっとしたしゃれっ気が増えたっていう、そんな感じですかね。なんて言った。このパスはまっすぐ相手に渡ります。絶妙なパス、スペースにスルーパス、ちょっと長いか。意味あったかノイな。アーが決めた。え、香川そんな人？な、これボタンを押してあげればよかった。ゴールが決まりましなんかちょった。とかわいそうな香川になっちゃったけど、これはまたぐ方のやつですね。ほら、またぐ方のヒールトゥヒール違うアフングルリッからク見てみみまたいしな感じょう。の技だったかな。そっか。じゃあついでに他の選手でも今のやってみましょうか。そうすると多分またがないんで、うわーかわいそう香川、恥ずかしめられちゃって。 本当にね、こんな子じゃないです、香川はね。かわいそうに。はい、じゃあ次は誰でしょうかね。ホンダが星3なんだっけ、残念なことに。ちょっと見てみましょう。
あ、本当は星4だね。武藤が星3かな？あ、だね。じゃあ、武藤でやります。これはどうしようかね。星3スキルと星4スキルはかぶってんだね。これもさっきベジリンでやったやつだね。要は背中側でヨガフレームしろってやつだな。だから下から上に時計回りで上まで。なんか変わった？ちょっと変わった？ わかんねえっす。なんか変わった？なんか変わった？ でもね、技の名前が変わってるんですね。左へフェイントをして。あ、キックフェイントモーションになってるんだ。そうですね。今、下から上ね。で、こっちは、同じように、背中側でね。背中側でやる。なるほど。ちょっとこれは、ベゼリンと一緒にやりますか。ちょっとどう違うかが見比べにくいかもしれない。ちょっと、星さんの方が、技の出が激しい。まあちょっと、これはベジェリンと比べないと分かんないから、並べるか、今回の星3と星4は。ちょっと喪失かもしれないっす。イニャキ・ウィリアムズ・ダニス、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。本田圭佑がプレーに絡んでくる。武藤義則、スルーパスが味方に通る。ニアを狙った。いや、意味あったゴーかルな。決まりました。このクロスはチームがうまく機能している証拠です ね。今のも左に向けてのフェイントだっけ？なんつう見んだっ事け？なボレーとなりました。きれいに決まりましたね。左へフェイントして、あ、右へフェイントして左へっていうのを今本田さんがやりましたね。別の角度からご覧ください。ただシュートの時にやらないとリプレイにならないな。ワンサイドゲームとなってしまいました。はい、というわけで今回はおそらくね、星3スキルと星4スキルなんですが、もしかしたら星4スキルの方は次回の動画に混ぜたいと思います。ちょっとね、あまりにも長くなっちゃったのと、月曜日はおそらく報酬引いて終わっちゃうかななんて思うので、ここで終わりにしちゃおうかなと思います。はい、じゃあ次行きたいのはなぜかというとですね、今日このパック引こうって言ったのに弾けないまま終わっちゃいそうなので、ちょっと星4のスキルはそっちに混ぜるかもしれません。じゃあ引きましょう。最後に、大したものじゃないけどね、シルバー報酬パック、こんなのはもうとっとと引こう。ちょっとね、なんかウィークリーかデイリーかでなんか出たのかな、これ。なんかシルバーが2つになってますね。何で出てきたのか分かんないけど、まあシルバー選手パックもさっさと引きましょう。いやー、スキルムーブは難しいっすね。ああいうのがポン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 出せると本当楽しいでしょうね。やっぱりまだね、全然、あ、出ない出ないの繰り返しなんで、なるべくね、スカットバトルで頑張って使ってはいるんですがね。ああ、売却になっちゃった。これもったいないから、今の報酬先にゲットしておきますか。はい、ちょっとあべこべになっちゃってる。はい、じゃあまたパック引いていきたいと思います。今、慌てて開けました。開けた動画は 月曜日の報酬分に混ぜます。さあ、これはどれがいいのかな。あ、なんだこれは。レアって書いてあるんだから、こっちの方が先の方がいいよね。じゃあこっち行きまーす。エレクトラム選手パック。壁ドンとかあんのかな、これ。あるらしいですよ。ありがとう。あるんだ、センターバック。もうどこかわからん。グリク。あ、まあよく転売で手に入れるわ、この人。
83だからね、SBC とかでは使いやすい選手なんでね、結構重宝するんだろうけれど、結構あちこちにこれ、見つけますよね、中谷。はい、じゃあ次。順番的にはこっちの方が先なのかな。レア・エレクトラム選手パック。どっちが上なのか分かんないんだよね、俺ね。あ、シルバー選手もいるんだから、こっちから先にしましょう。ただ、全員レアなんだね。それはちょっと壁ドン期待。はい、壁ドン来た。ありがとう。どこの国？センターバック。アトレチコ。あ、サビッチか。アトレチコって言うとね、やっぱドキッとしちゃうけど。あ、サビッチはね、格安で売られてる人なんでね。多分、めちゃくちゃ金額安いよね、この人ね。ただ、これも SBC 要因で場合によっては売れるんで。通常はね、ゴールドレアとは思えないぐらい低い金額で売ってるけど。SBC でね、スペインリーグが絡むとちょっと高く売れたりするんだよね。まあ、4桁いったらいい方ぐらいだけど。はい、じゃあ次、メガパック。これで今日のラスト。さあ、壁ドンお願いします。歩いてくることないかな。歩くのは一度もないまま終わっちゃうかな、今回。はい、壁ドン3連発ありがとう。ブラジル。あら、ジェズスかな、これ。あーっと、買っちゃった。 今週買っちゃった選手。そっか、出てきちゃったか。だったら出てきた方使いたかったね。そっか、買っちゃったよ、ついこないだ。うん、まあしょうがない、しょうがない。選手契約よりフィットネスください。おお、フィットネス、これだけある。これはなかなかいいですよ。トレード不可能アイテムだった。がっかり。トレード不可なのか。ってことはこれガブリエル・ジェズスって、うわ、改造。くっそ。 やられた。買うだけ損だったか。じゃあ本当買わなきゃよかったってことですね。これこうすんの？うわ、がっかり。うわ、ガブリエル・ジェズスをクイック売却とか、しかも0円。悔しい。買わなきゃよかった、ジェズス。はい、というわけで、こんな感じになりました。まあ、がっかりですが、仕方がありません。よし、じゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。ああ、ガブリエル・ジェズス買わなきゃよかった。